始まるぞ。どうも、カイザー・ルンです。本日はですね、スーパーミニプラ、青木流星 SPT ライズナー、ボリューム1。一応、レイズナー、ダルジャン、ターミネーター・ポリスの3つがあるんですけど、今日はレイズナーをレビューしていきたいと思います。まず箱。こんな感じで。よし、箱買いしちゃいましたよ。もうレイズナーだけが欲しかったんですけど、ちょっとですね、いろいろあって箱買いしました。開けていくわ。ちょっと、これ、うまく破れる人いるんですかね。なんかいつも僕、こういうの、ちょっと、まあいいや。ではですね、レイズナー箱がこんな感じですね。いやー、高橋良介監督作品ということでね、多分僕、初めて高橋良介作品で触れたのがこのレイズナーだと思うんですよ。もちろんリアルタイムでは見れてなかったんですけど、どっかのケーブルテレビかどっかで確か見たんじゃなかったかなーって思いますね。まあ、ちょっと、なんかドラえもんって言われてますけど、まあそんな感じしますよね。よし。じゃあ、開けていきましょうか。おー。結構なんかちょっとぎっしり入ってる感ありますね。はい。キャノピーがクレーパーツですね。これは無彩色のものもあるっていうことかな。で、一部塗装がされてますね。ほうほう。赤が結構塗られてる感じですね。はいはいはい。いいですね。まあ、今回全体的に艶消しを吹いて、まあ、キャノピーは、光沢でいきたいと思います。じゃあ早速組み立てて遊んでいこう。それでは、レイズナー完成しました。そうですね。まあ、結構ちょっと小さめですね。衝動の、ウルトラマンネクサスと並べても、同じタイプなんですよ。500円と、まあ、2200円。まあ、いいっすわ。まあ、シールなどは、まあ、一切なくですね。結構塗装済みのパーツが、結構、多くて、まあ、いい感じですね。はい。で、まあ、先にちょっと忘れないうちに言いたいんですけど、結構破損注意な箇所がありまして、まず、このパーツですね。ここのロール。これ。これ、今ですね、このラブジュースをぶっかけたんで、すごくスムーズになってるんですけど、めちゃめちゃ硬くて、で、さらにこれ、かけないとですね、もうほんと折れちゃいそうなぐらい、めっちゃきついんで、はい、シリコンスプレーですね、拭いて作った方がいいと思います。で、もう一つ個体差かもしれないんですけど、ここのこれ、えらい簡単にスプを抜けちゃうんですよね。結構奥の方まで刺してるつもりではあるんですけど、なんか解決する方法とかあったら教えてください。ちょっと削ればいいのかなと思うんですけど、はい、では、可動行きましょうか。腕ですね。350度回りまして、念のため、腕のここもですね、ボール状に切削なんですが、結構、外れやすいです。で、特に引き出し機構とかはないんですよね。もうこのボールジョイントだけに頼った、可動ですね。頭、こんな感じで。まあ、頭こんな感じで。まあ、うっすらとコックピットが見えますね。はい。で、足ですね。ちょっと抜けやすいんで怖いんですけど、まあ結構、柔軟に、ここまで可動がありまして、足首の方もですね、こんな感じに動きます。よいしょ、また取れちゃった。どげんかせんといかん。で、背部ですね、この、何でしたっけ、なんかバックパックですね。ここの基部が動きます。で、これも、この、なんていうかわかんないですけど、これも稼働しますね。では続いて付属品紹介していきます。まず、レーザードライフルですね。まあ、レイズナーの主力武器で、はい。
劇中だと何でしたっけ、なんかどうやって当ててるのかわからないようなあの弾丸の描写だったのが思い出されますね。ここの穴につけることができます。ちょっとですね干渉するんで気持ちこのバニアをこうちょっと角度を整えて入れてあげる感じですね。こんな感じですね。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。そして一応ですねこれは透明なキャノピーもついていて、まあ塗装したい人はどうぞっていう感じですね。それとそれとよいしょ、拳ですね開いてるのと、あ今あの両方ともその武器持ち用の穴開いてるのを使ってるんですけど、この穴が開いてないタイプのものがあって、ここ可動がするんでナックルショットが再現できます。おっと、次にですねカーフミサイル用の、まあ、この羽の生えてる部分と、あとはこのつなげるためのエフェクトですね、こんなのもついてます。それとディスプレイスタンドに飾るためのこのジョイントですね。じゃあいろいろやっていきましょう。ではまずレーザードライフルですね、これをちょっと外してこの穴に入れます。この穴もですねちょっと結構最初入れるの大変だったんですよ。ほんの少しドリルで、あ削りました。なんかちょっとですねレーザーなんか結構ボールジョイントのポロリ多いですね。よし、でまず片手に装備させるとこんな感じですね。あーでもやっぱかっこいいですね。はい、でよいしょ、ここのパーツをですね外すことができまして、こういう風に付け替えることができますと、こんな感じですね。そうすることによって、よいしょ、あっと、ほんとポロリ多いですね。こんな感じですね。劇中のような両手持ちが可能になります。うん、決まりますね。では次ですね、カーフミサイル行きましょうか。ちなみにカーフってどういう意味か知ってますか？ふくらはぎって意味なんですよ。勉強になりましたね。はい。ここでに、カーフミサイルの、ものがありまして、まあ、こんな感じで、まあ、比較的簡単に、まあ、外れますね。まあ、外れやすいということはないです。そして、このパーツに装着していきます。よいしょ。こんな感じですね。こっちにも装着していって、まあ、こんな感じで。そして、このバックパックのこの穴ですね。こういう風に入れていきます。こんな感じで。よいしょ。どうでしょう？結構様になるんですよね。なかなか、かっこいいなーって思います。はいはい。劇中だとあんまりカーフミサイルって、なんか、役に立ってた。なんか岩とかを、打って敵を足止めしたりとかで使ってましたよね。ではこのジョイントパーツですね、この台座は別売りなんで、はい、でここの突起をですねよいしょ、このレイザーの腰のこのパーツに入れます。こんな感じですね。ちょっと気持ち硬いんで優しく入れた方がいいかもしれないですね。よいしょ、まあ、そうするともうこう冬のパーツとか、パーツじゃ、冬のポーズとか思いのままなんですよね。また外れやがった。まあ、こんな感じのポーズでいかがでしょうか。まあ結構決まりますね。で、そっか。ちょっと拳も何個か変えてみたいと思います。今日ですね、左を、開いてる拳に差し替えて、右をですね、このナックルショットの拳に差し替えてみました。はい、なかなか雰囲気出てるんじゃないでしょうか。あ、いいですね。ではですね、まあ、最後はこの青き流星になりそうなポーズで、総評といたしましてはですね、まあ、本当個体差かもしんないんですけど、えらい僕のやつポロリが多くてですね、デッキそのものはいいと思うんですが、まあ遊んでるとポロポロ取れちゃうっていうので、まあストレスが結構あるかなっていうのは正直なところですね。
まあ、ただよく動く。で、シールも使われていない。で、比較的組み立ても簡単なレイズナーなんで、商品としてはとてもいいと思いますね。はい。あとはですね、まあ、次回以降はダルジャンとターミネーターポリスもですね、これ作っていきたいと思いますので、まあ、よろしければまたですね、見ていただけると嬉しいです。ゴスキルも結構好きなんで、これ、ダルジャン、楽しみですね。脳が沸騰しそうだぜって。でですね、相変わらずこのレイズナーだけ、狩られてるみたいで、メルカリで、定価の2倍ぐらいの値段で、今、出てますね。2倍の価値はないっすよ。もうその定価の2000いくらでも、ちょっと高いかなって思っちゃうレベルなんで、まあ、皆さんなるべく転売屋からは買わないようにしましょう。そうですね。レイズナーだけ欲しい人、まあ俺もそうだったんですけど、まあいるかもしれないんですけど、まあなんだかんだで、箱で買っちゃうのがおすすめですよ。結構ですね、このスーパーミニプラってその、このメインの一番良さそうな、人気のありそうな商品よりもですね、このまあちょっといつもスーパーで売れ残るような、後ろの2番目3番目にあるようなやつが出来良かったりもするんで、まあ例えばボトムズの時もレグジオネーターよりもファニーデビルの方が出来が良かったりとか、そういうこともあったんで、はい。まあいろいろ触れてみるのもいいと思います。高いですけどね。はい。では、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。カイゼリンでした。ありがとうございました。では。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや雑貨をレビューするチャンネルを作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。